デュプレクス級装甲巡洋艦は、フランス海軍の装甲巡洋艦の艦級。植民地警備を主任務とする、M4 装甲巡洋艦として1897年計画で3隻が設計されたクラスである。設計者は、ルエミール・ベルタン。また、仏装甲巡洋艦として、初めて手砲塔に連装砲形式を採用し、全手砲を砲塔に収めた初のクラスであり、 水線部装甲 100mm を艦首から艦部 19m 手前までの広い範囲に張っているなど防御能力も高い。写真は第一次大戦時のデュプレクス。灰色の戦時塗装が施されている。船体形状は前型と同じく高い還元を持つ朝鮮主労型船体で概要でのしのげの未成は良好であった。艦首から1 6 3トル連装砲塔1機を 配置、環境構造は箱型とし、その上に一段の見張り章を持つ、担保章が立つ。環境の背後に4本の煙突が立っているが、ボイラー室を前後に振り分けた、間質分離配置をとっているために、煙突は2番煙突と3番煙突の間は広く、取られており、間に四角形の通風灯が立っている。 2番手法と背後の原則 26.3cm 連装砲塔が片元1機ずつ、計2機配置されている。煙突の周囲は関西艇置き場となっており、原則に関西艇用のボートダビットが片元4機、計8機が配置されている。4番煙突から、後ろは簡便な短脚症、後ろ向きに 16.3cm 連装砲塔1機が乗る。 完備甲板は途中で一段下がった階段型となっていた。10センチメートル複方は、環境の左右1基ずつ、計2基と4番煙突の左右原則に1基ずつ、計2基ずつが配置された。ありがとうございます。